朝本当に時間ゆっくり過ごすと心に余裕が生まれて、全然その日の過ごし方違いますよね。僕はね、基本まず6時半には絶対起きるようにしてて、準備をしっかりできるっていうのは全然違いますよ。基本的にはね、全員ダラダラしたいし、それででもダラダラしてるとね、結局何かを成し遂げたりとかってできないから、とにかく起きる時間は揃える、実践するってしてます。今年の9月にですね、ネスカフェエクセラというものが新しくなりまして、でさらに今年ネスカフェゴールドブレンドバリスタ専用のエクセラが新登場になりました。立つ香りと深いココアそのままに、広がる香りと滑らかな口当たりっていうのをお楽しみいただけます。朝に一番飲まれているブランド、本当忙しい朝に持って一息だとか、さあやるぞっていう意味合いで飲まれている割合が多いことです。なるほどね。でも朝本当に時間ゆっくり過ごすと心に余裕が生まれて、全然その日の過ごし方違いますよね。そうですね。飲みやすい。ありがとうございます。ちょっとここからコーヒーの世界ハマってきますよ。